皆さんこんにちは。今日はマレーシアのクルアンという町にやってきました。ストリートアートですね。壁画があります。マレーシアは結構壁画が多いみたいで、いろんな町に、壁画が描かれてますね。なんかお城とかね、クルアンのお城ですかね。なんかゾウさん、リスさん、シマウマさんみたいな。なんか日本と比べてなんか表情が大げさですよね。このなんかこうね、何お前何企んでんだよみたいなね、そんな顔してますけども、企んでるというかね、まあ喜怒哀楽をこう素直に表現するってことなのかな。まあ虎とか、ねえ、怖いですね。鉄道ネタも結構ありますね。あの鉄道、その電車の絵とか、結構ありますね。まあ今日もあの鉄道でやってきたんですけども、インターシティっていうあの客車列車でやってまいりました。この辺りは、電車を走ってなくて客車列車が走ってるんですけど、ただなんか沿線風景見てると、なんか鉄道の工事も進んでて、なんかその近いうちにこの辺りも電化されるというか、まあ電車が走るんじゃないですかね。だからまあクアラルンプールの方だとさ、電車走ってるんだけど、この辺はさ一応非電化区間みたいな感じで、電車がないんだけど、でもなんか架線が張られてるところもありますしね。これなんかまるで落書きみたいだけど、落書きじゃないですよね。まあだから近々クアラルンプールからジョホールバルまで電車で直通するんじゃないかななんて。これなんでしょう、漫画ですか、コピカタンクラ、なんでしょうね、なんて読むんだろうこれ。 I think over the years who actually クルアンマン、え、 I think over the、 ちょっとわかんない。 あなた、あ、私は思う、オーバーザイヤース、年を超えて、アクチュアリーってなんだろう。クルアンムン、クル、あ、これ全然わかんないよ。全然わかんない。読めないですね。なんか言ってるんでしょうね。これ渋いおっさんがコーヒー入れてるんですかな。とかね、なんかこう裏通りに壁画があるっていうパターンが多いんだよな。こっちもね、なんか美白の人とか、ねえ、クルアンコーヒーですね。コーヒーの店ですかね。なるほどね。まあ別に観光ガイドに乗ってるような、あ、これあれじゃん。トーマスですか。ウェルカムトゥクルアン。トーマスですかね。トーマス&フレンズ。いや、これはなんかちょっと民族衣装的なもんですね。これもなんかちょっと趣向が違う。ね、この、なんでしょうね、これね、なんか、祭りのアイテムなのかな。なんか、日本でもよくあるよね、あの、秋田県の生ハゲとか、ちょっと違うと思うけど、それっぽいですよね、でもね。なんか、建物、看板が古いですね。なんとか孔子って書いてあるけどね。まあ、マレーシアは結構中国語もありますね。これもね、なんかこの角がいいよね。 You never fly alone ってどういう意味？決して一人では飛ばない？わかんないわ。あ、ドラえもんじゃん。ドラえもんはやっぱりどこでも人気ですよね。
いや、ドラえもんってね、まあ、ハローキティとかね、日本初のキャラクターも、この辺はに日本アニメ漫画ゾーンなのかな。こっちはなんか、これは何でしょうね、なんかお花畑少女みたいな。あとしんちゃんねえ、あのいいね、なんかしんちゃんなんかのんきな感じでいいですよね。まあしんちゃんちょっとね、なんかね、大人だからね、なんかね、ねえ、なんかもう若くして年老いてしまった子供みたいな、もうなんか人生の酸いも甘いも知ってしまった子供みたいなね、もう若いんだけどもう年取ってるんですよ。ねえ、もう何とも言えない人生ですけれども、まあこれで終わりか。まあクルアンの壁画街はちょっと小さいかな。でも、まあでもこういう街多いですね。なかなか面白いかなって、写真撮りがいがあるかなっていうか、そんな感じで、まあマレーシアももう結構長く滞在してるんで、なんか街並みどこも一緒でね、ちょっと飽きつつありますね。なんか結構ね、どこ行ってもね、建物とか街並みのパターンが似てるというか、でもさ、まあ地方都市なわけですよ、クルアンって。首都からずいぶん離れてますからね、まあ鉄道は通ってますけども、ただまあ鉄道も1日4往復ですか、そんなに来てないし。でも地方都市だけどさ、にぎわってるよね、路上駐車も多いしね。まあ、これ路上駐車のスペースになってるんで、これ別にそれ悪いことしてるわけじゃないからね、別にちゃんとそこに止めていいよみたいな、そういう印になってるみたいなんで、そういうもんなんですね。日本だと地方都市ってさ、もう錆びれてんじゃん。だけどねえ、なんか台湾もそうだし、タイもそうですけど、地方都市でも結構賑わってるとこ多いですよね。そこは日本と違いますね。まあそんなわけで、今日はマレーシアのクルアン、壁画の街、壁画をお見せしました。ありがとうございました。